everyone. My name is Luis, also known as LG65, and let's play Yakuza 5 Continues. In the last episode, we trained with Saigo over in Ashitaba Park in a one-on-one matchup via suicidal combat. And we also get the chance to check out IF8R, which is a fun little arcade game, which I've already done with Haruka and Kiryu. And I'm not sure if I showed Saijima off. I might have. But I'm going to have to check back at the footage. But this time, we're going to go to Osaka Talent and see Katsuya Naoki. So let's grab a taxi and go. いらっしゃいませ。アポイントされた方のお名前と時間、お呼びする担当者の名前をこちらにご記入ください。アポは入れてないんだけどさ、社長に繋いでくんないかな。殺されたダイナチア社長、パク・ミレイの件で話があるって。お待ちください。よろしく。社長、スカイファイナンスの秋山さんです。どうぞ。大阪芸能社長の加瀬谷です。スカイファイナンスの秋山と言います。先日亡くなられたダイナチアの社長の件だとか。ええ、そうです。どうぞ。うちとダイナチアさんとは確かに交流がありますが、どういったお話でしょう。勝也さんは以前俳優をされていたんですね。これはまあインターネットで得た情報の受け売りですけど。ええ、一時期アメリカに行ってましたね。アクション俳優をしていたんですが怪我をしまして、以来俳優業からは足を洗って、今は裏方を。きっと相当な演技派だったんでしょうね。どういう意味でしょう。芸能関係者独特のやらしさなんて微塵も感じられない。むしろどこから見ても誠実そうなやり手青年実業家です。いや、本物以上にそう見えますよ。さっきも言ったように、私はアクション俳優でしたから、残念ながら演技派じゃない。それより担当直入に本題を言っていただけませんか。先日のパク・ミレイが自殺したという件、俺は他殺じゃないかと思っています。他殺？失礼ですが、あなたは彼女とどういったご関係で。彼女にそれなりの額の融資をしてました。そうでしたか。債権者のお一人だと。まあ確かにパク社長の自殺は彼女の人となりを知る者には信じがたいことです。私も未だに自殺したということが信じられません。彼女が他殺だという証拠があります。彼女の遺書は偽造されたものでした。偽造？そして偽造屋にその遺書を書かせた謎の依頼人は、どうやらあなたとつながっている人物のようです。なるほど。それでここまで押しかけてこられた。あんたが彼女を殺させたのか。なぜ私が。あんたの事務所とダイナチアには浅からぬ因縁がある。それに現に今もプリンセスリーグでしたっけ。確かあれでお互いの秘蔵っ子同士が争ってるはずだ。だから私が殺したと。少し冗談はお控え願いたい。パクさんの遺書を偽造したということについては。さあ、わかりませんね。ただ私もこういう仕事ですから、いろいろな人間と関わることがあります。もしかしたらその中に
パクさんの死に関わっている人間がいたのかもしれない。ただ私には全く関係ないことだ。どうぞ、これでお引き取りを。どういうことですか？口止め料？買収？名目はどう取っていただいても結構です。認めるということですか？そうではありません。だが身に覚えのない噂だとしても、人一人の死に関わっているなどと騒がれては商売に支障がありますからね。大阪芸能という組織のトップとして、その噂の火種、買い取れるものなら買い取りたい、そういうことです。どうも誤解されているようですね。俺はそんなもんのためにここに来たわけじゃない。勝谷さん、なんて本当に演技が上手だね。もしそうなら今でも役者を続けていますよ。こちらも材料が少なすぎたようだ。あんたを見くびってた俺のミスです。今日はおとなしく引き上げた方が良さそうだ。疑いは晴れなかったようですね。でもそちらも収穫は何もありませんでしたね。でもあんたが手強すぎる人間だってことが分かっただけで収穫でしたよ。それじゃ。Wow. All right, what now? If Katsuya is pulling the strings, it's not like it's going to let me peek behind the curtain. I guess if I want to get anything done, I'm going to have to find Okita. もしもし、秋山さんですね。あんたは？パク社長の自殺の件でお話があります。スカイファイナンスの事務所に戻っていただけますか？こっちの質問に答えてないが。少なくとも私は敵じゃありませんよ。それでは。I happen to know that voice though. さあ、次はどこのドイツだ？ I think I know that voice. We ran into the guy twice. Meanwhile, at Dinah Chair. おはよう。ほんなら早速レッスン始めよう。プリンセスリーグの本番想定していくからな。いつもより難易度上げてくで。これがクリアできひんかったら T セットには勝たれへん。踏ん張りどころですよ、はるか。勝てば誰もがあなたを認めることになります。ただし負ければ、この事務所は終わりやね。あんたも大阪芸能に飼い殺しにされる。失敗すれば終わりなのはスターたるものいつだって同じです。デビュー前からこの緊張感を知るあなたは恵まれてると言えますよ。はい。準備はええか？よかったら始めるで。お願いします。ほな始めようか。 Oh, so we're about to get into a new song right about now.Sounds very much like a power ballad. Odds are I might actually be silent during the final round of the Princess League Championship.Oh, dang it!
There we go. I need to use one piece of idle heat. Beautiful. So far, so good. Oh my God. Okay. Just the arrows bit. I gotta work on those. Odds are I might off camera that. Ooh boy. I have to use the idle heat again, huh? There we go. Oops. That's no big deal. Oof, managed to get it off. That was good practice, though. 4,000 experience. Ooh, singing has shot up massively. That's what we needed. とうとう仕上がったな、ハルカ。ええ、素晴らしい吸収力です。やはりパク社長の目に狂いはなかったということでしょうね。ありがとうございました。そういえば、今日、秋山さんは？ああ、山浦。気になりますか？あのイケメンが。そんなんちゃうわ。秋山さんは大阪芸能に行ってます。なんやで、なんでまた。大阪芸能の社長に話があるみたいなんです。山浦、そんなことよりそろそろ準備を始めた方がいいのではないですか。せやね、私らは事務所におるから着替え終わったら降りてきて。はい。Take part in the final round of the Princess League. The results of the first two rounds will be added to today's final round score. I won the first two rounds, so I'm going in with the edge. I can't waste this advantage. But we're gonna get ready. So, next time in Let's Play Yakuza 5, we're gonna get ready for the Princess League Championship final round. But before we do that, we've got training to do. So take care, everyone. And remember, life's good.